1972年12月、山口百恵はオーディション番組「スター誕生」で牧場由美の回転木馬を歌い、準優勝を果たした、この時20社からの指名を受けるという。 輝かしいスタートを切った、もも自身、発表を聞く前に、私は歌手になれることを、はっきり確信していた、と後に語っている。彼女がこのオーディションに応募したきっかけは、テレビで活躍する同い年の森政子に憧れ、自分も森政子さんのようになりたい、という強い思いからだった。当時の決戦大会の映像は残っていないが、このエピソードは山口ももの芸能界への第一歩として語り継がれている。また、同じ年に、 スター誕生で合格した桜田淳子も、後に花の中産取りを,を組む仲間となり、2人は共に時代を彩るアイドルとして活躍することになる。この出会いと成功は、山口百恵にとって、芸能界での輝かしい旅路の始まりであった。